はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、楽天モバイルの話題になります。今日は9月の30日ですね。皆さんポイント確認しましたかね。三木谷さん、ポイントありがとうね。元気なうちのところもしっかりと反映しました。利用可能ポイントが4009ポイント、内期間限定ポイントが4000ポイント、3月29日まで有効のポイントが4000ポイント増えてました。6ヶ月間使う4000ポイント、これは三木谷キャンペーン4ヶ月、ね、エントリーして、エントリーっていうか、ね、ログインをして4ヶ月後の末にいただけるというポイント、1回目が4000ポイントです、ね、で来月、再来月、11月、12月は5000、5000でいただけます。ありがとう三木谷さん、ね、そういうことで、あれほど、ね、僕も私も9月の末の予定なんだけども、心配ですと言っていた人、誰も報告がない。しかも1日2日前にもう獲得予定ポイントとして確認できるよって動画を作ったにもかかわらず、誰もコメントがない。どうしたのみんな本当ね。はい、そんなわけで、今回のね、三木谷キャンペーンはこの三木谷さんのキャンペーンです。ポイントがいっぱいもらえるキャンペーンなんです。で、お申し込み1件につき1万円を、ね、災害人道支援に寄付しているんです、ね、で、これね、入る方は乗り換えだったら14000ポイント、4000、5000、5000で3回に分けてポイントがいただけます。で、乗り換えではなくて新規の方は7000ポイントになります。2000、3000かな、どうだったかな、ね、確かそうだと思うけども、こうしたってね、3ヶ月にわたっていただけるポイントになります。で、必ずこのボタンから、ね、お申し込みはこちらっていう、この三木谷さんの顔写真があるこのページにある、ここを押さなければいけません、ね、このページどこにあるのっていうと、元気なおじいのこの動画の説明欄にリンクがあるので、そのリンクを踏んづけてください。これが重要です。入る人も入らない人も、で、今日9月30日に踏んでおいても OK です。で、10月1日になったらまた月が変わるので、また踏んでおいてください、ね、まあ、申し込みはいつ申し込んでくれても OK です。元気なおじいの動画の説明欄にね、こう書いてあります。ここね、子どもプログラムのこの下にここにあります、楽天モバイル三木谷キャンペーン、ね、MNP で1万4000ポイント、新規で7000ポイントで、わあ、乗り換える回線どうしよう、メインは嫌だなと思っている方は、ただで、ね、ポポに入って、そのポポの回線でおじいは乗り換えたけど、ね、まあ、やり方はいくらでもあります。で、ちゃんとここにリンクがあるので、このリンクを踏んづけていただければ間違いのないページに行きます、ね、で、おじいのリンクをね、クリックしていただくと三木谷社長特別案内ページに飛びます。そのページ内にあるお申し込みはこちらを押してログインをしてください。そのログインが重要なポイント配布のフラグになってます。これを押すか押さないかで、ね、配布されるされないが決まってきます。で、そのログイン後にキャンペーンページが表示されて申し込みとなります。楽天社員がお墨付きの安心できる紹介リンクの手順です。で、あとアフィリエイターの中には無効なリンクを貼っている人がいるので、そのリンクを踏んで申し込んだ方はキャンペーンが対象外になってしまう人が結構多いです、ね、偽物リンクがあるので、元気なおじいのこの動画の説明欄にあるリンクを踏んでもらえば絶対に安心です。しかも楽天 TG アフィリエイトのリンクなんで、ね、楽天グループのリンクなんで安心です、ね、はい、まあ、おじいの生成したリンクは最初から三木谷社長のページにジャンプするアフィリエイトリンクなので、ご利用の方は安心してください、ね、で、楽天モバイルはね、本当この間もね、動画を作った通り、ね、電波の絶好調なところに行くと554ダウンロード554メガ、すごいよこれ。フレッツ光が50メガだったからね、フレッツ光の光回線の10倍出るってことでよ。アップロードが111でした、ね、これはね、
サブ6、サブ6と呼ばれるね、まあ、5G を拾っての速度です、ね。まあ、ここだと 5G は拾えないので、まあ、100メガ前後ぐらいです、ね。でもすごいでしょ、使い勝手はいいんだよ、ね。でこのポイント実績を見れば、もう楽天ペイのところを見ればこのポイント実績があるので、ね、未確認の方は今すぐ確認しましょう。喜びをかみしめてください、ね。でおじいの場合は9月30日ね、従業員から紹介された方限定楽天最強プラン紹介キャンペーンで4000ポイント獲得でちゃんと加算されました。期間限定ポイントになります。でこれね、この間この500メガのところの駐車場かすまさっていうねところでご飯を食べて、でおじいは楽天で支払ったんでね、楽天カードで払ったんだけど、楽天ペイなのかな、楽天カードかな、どっちかな、あポイントが62ポイントしかなかったから楽天ペイで払ったけども、カード決済ね、2000弱食べたうちの62ポイントを使ったよって、まあ、こういう跡も残ってます、ね。はい、そんだけで三木谷キャンペーン最強最高じゃん、ひょほー。ね、でね、9月末に4000ポイントもらえて3月末まで有効なんです。で10月末までもらった5000ポイントは4月まで、11月末まで5000、だから本当毎月ね、1000ポイントだと3月末まで、しかも10、11、12、1月で終わりだよね。だから本当ね、余るポイントが余っちゃうんです。でそこでシニアの方すごいチャンスです、ね。シニアの方は15分以内の電話かけ放題、ね、このオプションをつけて、あとまあサポートもつけて、ウイルス対策もつけて、1210ポイント、ね、お得なので、まあ、実質1780円で使えるんだけど、三木谷キャンペーンで入るとポイントがこんだけ入るんで、だからこのポイントで賄えちゃうんです。支払う金額はこのポイントで払って、でまたポイントバックが入ってくるので、またポイントが加算されるんでね、だから本当ね、この1万4000ポイントあったらこのシニアプログラムに入ってもまあ結構使える。15分の話し放題もちゃんと入れて、あと12歳未満のお子さんの名義だった場合はね、これ基本料金がポイントバックも入れると実質480円なのでね、これすごいことなんだよ。毎月440ポイントを還元してくれるので、だこの付与されるポイントにさらにまた戻ってくる分が多いので、シニアも子供もね、だからね、結構お得に使えるよね。でこれだけポイントを使えるので、その4ヶ月後の末にポイントもらったら、もう5ヶ月目からはこのポイントで全部払えちゃうので、だ自分のお金で出ていくものがない、しばらく、ね。これ使わないともったいないよね、本当、ね。はい、そういうことで、まあ、気がついた方、ね、楽天モバイル使いましょう、本当。で楽天モバイルご利用分でね、こうやって9ポイントをくれるんでね、本当、お金を払うと、また 1% ポイントがつくんで、いや、ポイントがね、ザクザクたまる。はい、そんなわけでね、三木谷キャンペーン、1回戦目、ちゃんとね、ポイントはもらいました、確認した通り。2回戦目はちょっと怪しいんだけど、でも、1万4000ポイントもらえるんだったら、文句言う人いないよね。で5回戦まで入ることができます、まあ、つまり7万ポイントまで、ね、ゲットするチャンスがあるよということなので、で悪いやつはね、12月にキャンペーン終了かみたいな、根も葉もないタイトルつけてね、煽るアンポンタンもいるみたいだけどもね、まあ、そういう悪いやつに煽られないでマイペースで入ればいいと思います。はい、そんなわけで皆さんの報告もお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。